なんか「わら DNA」っていうその最新シングルに、はい、その「わら DNA」っていうのは何なのかって言ったら、その私たちの DNA には大阪で生まれ育ってるから、はい、笑いの DNA が多めに入ってますよっていう曲なんですけど、はい、そうですね、関東と関西の違いを歌詞にしてるところがあるんですよ。喋、うんうん、っただけで目立ったりっていう歌詞があるんですけど、うんはい、バスとか電車めっちゃ静かじゃないですか、東京。まあそうね、静かだね。ほんまに全員何かあったかなっていうぐらい静かじゃないですか。はあ、そうね、向こうはみんなわらわら喋ってるね、確かにね。大阪とかはみんなが喋ってるんですよ、電車とかバスとかも、うんうん、そうだね。でも今日もしおりとあのバスで移動してた時にみんなめっちゃ静かやから、私らがちょっと喋っただけでみたいな、めっちゃ見られるんですよ。あー、それは違いあるかも。なんか関西人がなんか喋ってるわ。電車の中で唯一喋る時間ですよね、そうって思うんですよ、私たちは。電車の中で歩いてる時にこう喋ってたらこうしんどいじゃないですか、うん、でも電車で唯一ふーって着いたらもうブワーって喋る時間じゃないですか、うん、そう、なのに、なのに喋れない。はい、そう。お、でも喋ってる人はいるけどね。うん、ね、いるけど目立ち、確かに、ね、声が小さいし、駅員さんのアナウンスも声小さすぎてたまに乗り過ごすんですよ。もっと声張ってくれよ。そんなことないし、それは分からんけど、ほんとちっちゃい。でも本当にそうですよ。私ほんまに言っててんな、うん、なんか渋谷とか渋谷ぐらいじゃないですか、うん、大阪は、うん、大阪言う、確かに降りなさいみたいなテンションで言ってくれる。言う、確かに言う。梅田言う、しっかり言う。なのに渋谷ぐらいですよ、うん、それがもう私らからしたらびっくり。信じられない、不親切やわ。不親切、いや、ちゃんと聞き耳立ててやったら聞こえるんだけど。いやだから分かった、大阪の人はみんなさ、わーわー喋ってる中で言ってるから聞こえないと思うから、はい、大阪ってなるだけで。なるほど、こっちは静かだから、はい、あ、そうか、大阪でもいいわけで。なるほどね、だからそれになれないです。なれないです、まだ。はい。